上沼恵美子が松本を猛烈批判。週刊文春によるせ、外疑惑で活動休止に追い込まれてしまった松本人志。そんな松本に対して芸能界の大御所でもある上沼恵美子がテレビ番組で言及した。まず上沼は、松本さん自身はだいぶへこんではるでしょうね、と、松本を心配した上で報じられた内容については、詳細を見てみますと、私一応なんぼ年いっても女やってるんで、吐きそうになったの、この行為がね、と、松本の行動に対する本音を漏らした。さらに上沼は、あなた30年トップやねん。だからちょっと気緩みすぎてたかなと、周りも悪かったんやろな、と思う。やっぱり脇が甘かったなってちょっと思います。記事が事実だったらですよ、というように語った上で、あなた偉いのに、超一流の人間やのに、なんやそれは三流以下やったね、そんな気がすんの、と、松本に厳しい言葉を送っていたため。